じゃこんにちは。さあ今日は、はい、ファン感謝デーということで、はい、ファン感謝デーは、はい、やっぱり、はい、女装じゃないですか。そんな、なんで君出るの。何をやっぱりなんだ。でも結構最近ね、はい、ジャイアンツとかもやってましたし、楽天もやってましたね、はい、あとオリックスもね、中川選手が、はい、渋野さんのね、はい、やってましたし、これぐらいにしといたら。いやいや、今日はやります。ファン感謝デーなんで、豊さん、はい、ファン感なんで、はい、今日は豊さんも登場してもらって、はい、女装対決っていう。俺はこれで女装すんのか。はい、今日はもう女装対決。どうすんの女装はないな。大丈夫、いろいろで、そう、いろいろ。キャンドゥの100円ショップで買ってきた化粧用品。そうです、はい、だからキャンドゥで売ってるやつのみで、はい、今回は。え、お前知ってんのこの企画。知ってますよ。あれ知りませんでした。知らないよ。ここ何なこれ。いや、これからつけるんですよ、この顔に。女装。そうですよ。井上さんが人生初めてだよ、女装。ないんですか。これ、ないしないし。え、二人ともない。ないしないし。へぇー。だからもう、ドーラン塗るだけですよね、その曲で出るとき。そうですね、ドーラン塗るだけ。ドーランすら塗らないんだ、最近。へぇー。抑えだけだもん。え、じゃあお二人は、じゃあ女装でどういうイメージの女性になりたいか。あります。例えばちょっと外国人のジェニファー・ロペス風になりたいわ。俺はそっちの方がいい。ジェニファー・ロペス風ちょっと派手めね。派手めな外国人風。そうそうそうっすね。じゃあもう純和風でいきたいですね。丸いんでね、純和風。いや、ただですね、もうちょっと準備しちゃったんです。こっち。そうなんですか、はい、何系ですか。何系。ちょっとそれはね、見てのおとなしい。さんが担当して、僕は袴田さんが担当して、はい、だから要は化粧する人の腕が試される勝負でもあります。そうです、ね、でも素材もあるよね。まあね、素材大事。素材めっちゃいいじゃないですかね。素材はいいよ。ああ、でかいぞ。そうですよね。そうですよね。パーツパーツ見るとね、はっきりしてるんですよ。女性的でしょ。だからでかいんで、なんかね、ちゃんとシュッとしてくださいよ。あるんですよね、腕。ただね、ちょっと必要最低限しか買ってないんで。そうなんです。いや、足りるか。なんですか、何が欲しかったですか。まだシェーディングとか。あ、そう、シェーディング。なんだシェーディング。シェーディングじゃないんですよ。何シェーディングって言って、ちょっと濃い影を入れるんですよ。そうです。濃い色をここに入れてシャープにさせて立体感を。それはない。ないですか。ちょっとね、ないです、ね、あ、でも、なんとか、じゃあなんとかすごい色にしましょう。いや、それお前、腕があるとね、腕が、もう素材は一流なんだよ。そうですよね。艶、はい、もまあ、いや、だって俺だからな。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。それはもうね、森口さんのもうね、これ、さんになるわけじゃないな。違います。違う。違います。だって、外国、ジェニファー・ロペスになりたいんでしょ。そう、なりたい。うん、分かった。せっかくなんで、どっちが綺麗だったかっていうのを、あ、勝負したいな、コメント欄で。コメント欄でやりますね。そうですよね。どっちが勝つかね。はい。帽子かぶっていい？いや、取ってください。ちなみにですね、制限時間あります。1時間も2時間もかけたらね、ちょっとお話にならないじゃないですか。え、なんで綺麗になるから。いや、豊さん、1時間も2時間もかけたら、永遠早い俺です。ピューってなるんで、10分で。10分か。10分でできる。メグさん、いつも自分のお化粧何分ぐらいしてます。私、20分ぐらいかかって。私も同じ。そうですよね。じゃあ、15分で。15分か。まあ、そこはじゃあ、まあ、じゃあ、ニュアンスで。ニュアンスで。投げやりになるんだよ。どうせやるんだ。いや、だって勝ちに行きましょうよ。しかしね。じゃあ、あれしましょう。負けた方が忘年会おごりやりましょう。いい。おお。みんなのチームの。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。とりあえず。時間がない。これね、パールが入ってる。あ、だからいろいろ使える。じゃあちょっといきますよ。そんなわかんない。パウダー入ってる。あ、パールが入ってます。じゃあちょっと。キャンドゥですからね。だからいわばまあ皆さんできるわけですよね。いや、そのね、顔の濃さが勝っちゃって。色が乗らない。おい、乗るだ。あ、なんか保湿やってきました。うん。あ、いいです、いいです。いつも保湿やってるから。あ、でも、だいぶ白くなる。これやばいっすね。ちょっと、ヒゲが。え？そうなんだ。ヒゲが。ヒゲがちょっとね、朝剃ったんですけど、もうちょっと夜になってるからね。寝るたびにジョリンジョリンって。なんで白くなったの。お前ら、めっちゃ悪いわ。
目開けてください。なんか変なことやってないよ。やってないですよ、やってないですよ。目かわいいな。まあ言えばおばあちゃんにやってるみたいなもんだからな。あ、そうですね、そうですよね。じゃあ目見てください。なんかフォローしろよ。黒でいきたいな。よし、ボンドでつけるんですね。ボンドじゃないんですよ。あのちゃんとつけまつりをつけるためのノリですか。ボンドはやばい。めっちゃくちゃ。ボンドはやばい。取れなくなる。あと私机に座ってますけど、机には座っちゃダメだぞ、教育に悪いぞとかちょっと言わないでください。ちょっと、はい、厳しいコメントすいませんね、やめてください。こうするしか決勝できなかったの、うん、でも私大体できましたよ。本当ですか。はい、できました。ちょっと海老蔵さんに似てますね。そう、はい、いや女装ですから男になってて。ハイライトって言ったらね、もう試合終わってからの、ね、違うんですよ。お化粧でいうとこのハイライト、この C ゾーンとこの C ゾーンとこの T ゾーンと顎のとこちょっとやってあげる。顎のところはなんていう。顎もそう、顎もちょ、いや顎はいいんです別に、ちょんで。そんなんでそんなに変わるんですか。はい、全然変わります。マジかよ。あ、綺麗、綺麗ね。でちょっと驚いて。やっぱ豊さんと森内さんのコンビ最強っすね。いや、そうですね。もうあれですね、日向小次郎と沢田武史並みの方がゴールデンコンビですね。分からない。分からないですか。分からないですね。はい、明和小学校から明和中学校ね、やっぱりあの日向小次郎と沢田武史のコンビネーションぐらいでいいですよ。もしくは立花兄弟のスカイラブハリケーンぐらい。皆さんね、どうなってるか分かんないし、今ね、モザイクかかってるっすからね、はい、どうなってるか分かんないですけどね、はい、もうちょっと我慢してみてくださいね。まずもうちょっとありますから。はい、一緒に噛んじゃいました。なんかあると。はい、じゃあメイク、目に入りました。はい、はい、じゃあ衣装、衣装を着替えていきます。はい、はい、じゃあ Come here Come here, set the challenge どうぞ。歩き方がセクシーじゃない。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、後ろなんかおかしい。ちょっと、佐藤チャーミンです。後ろ、なんですか、後ろ。ちょっと、そういうデザイン、あの、やばいかったね。やめてんじゃん。ちょっと、そういうデザインじゃない。そういうデザインですよ。後ろがね、背中を見せて、あの、セクシーなんで、やっぱ背中も見せていかないと思って。背中見せですよ。で、着るときにビビッとね。じゃあ、ちょっと袴田さんのちょっとポイントを教えてくださいますね。あ、そうです。もともと顔の特に目がくっきりしてたんですよ、はい、なので目はそこまでこだわってなくて、アイシャドウとかもちょっと薄めにやってもこのくっきり感ですよ。いやもうね、もう素材がいいでしょ。どうですか、うん、素敵。腕めちゃくちゃ太いよな。これあの20ヤードはどうにもなんなかった。でもやっぱりウィッグでここをちょっとこう、ね、こうちょっと隠し気味のあの小顔効果。確かに、斜めでね、こう見れば、そうですよ。いいでしょ。いや、目がいいです、目がね。腕が太いんですけどね。目がいい。やっぱ、サトチャンリンです。サトチャンリン。じゃあ、できました。できました。ジェニファー・ロペス風って言ったんで、はい、あのジェニファー・ロペスが、例えばコンサートでコスプレをして、はい、こう、ちょっとチア風とか、はい、ちょっとこう、ハイスクールっぽい感じに仕上がりました。おー。仕上がりました。Welcome to ユタコ・ロペス。すいません、ちょっとパンツが見えるわ。うわぁ、豚ですね。どう、すごく髪が邪魔。あ、ちょっと見えるかしら。パンツ見えるかしら。パンツ見えるんだ、パンパンで。なんか、じゃあ女性らしいな、ジェニファー・ロペスっぽい、こうセクシーな。そこはないです、女性。パンツ見えてるんですよ。なんかありません。俺私、はい、出来上がりました。はい、じゃあ皆さん、はいはい、じゃあ皆さんコメントでね、はい、どっちがあの美しいか、はい、皆さん決めてください、はい、拒否権はありません、はい、必ずどちらかに投票してください、はい、よろしくお願いします。年も考慮してもらったらありがたい。俺はな、ユタコロペスはいくつ。67だから。61でこんなことやってんだ。サトチャンリン、はい、サトチャンリン43です。まあ20歳。息子も結婚してるからね。
大丈夫。50歳。親父頑張ってる。コメントお願いします。